改装前延長されたホーム上八木駅は広島県広島市浅南区八木八丁目にある西日本旅客鉄道壁線の駅である。駅番号は JRB12。壁方面に向かって右側に一面一線の単式ホームのみを持つ地上駅。駅舎は壁寄りにあり、中には自動券売機と簡易式自動改札機が設置されている。また、 無人駅である。壁線は運行されている列車の多数が2両編成で、あるが、朝夕ラッシュ時や山陽本線やクレ線からの直通列車が壁線に乗り入れる場合に4両編成で運行されている。2008年3月14日までは、ホームの長さが3両分しかなかったため、4両編成の列車では、広島寄りの車両1両はドアが開かなかったが、 ホーム拡張工事により、広島側が延長され、3月15日から4両編成の列車でもすべての扉から乗り降りが可能となっている。移行下が利用可能。JR の特定特使内制度における広島市内の駅である。JR 壁線活性化連携計画によって列車交換を可能にする駅の線路工事計画がされている。詳細は、 壁線を参照。以下の情報は、広島市統計書及び、広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度枚総数を365で割った後で、さらに2で割った値を、小数点、第2位で、四者五入。小数点1位の値にしたものである。ありがとうございます。